YouTube、 そしてニコニコ動画をご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。晴天ちゃんです。今日は宮城県石巻市にありますジョイパーク港店さんに来てます。今日はね、なんと新年一発目の晴天ちゃんの撮影ということなので、いつも以上に気合が入っております。そしてね、前回前々回と2連勝してるので、今日も3連勝を目指して頑張るので、画面の前の皆さん、いつも通り応援よろしくお願いします。それでは早速店内の方行ってみたいと思います。ゴーゴー、フェイント来たよー、ぶつかっちゃった来たよー。じゃあ早速ジョイパーク港店さん店内の方を見ていきたいと思います。あ、早速入って右側がゴスロコーナーになってます。そのお隣がジャグラーコーナーとなってます。あ、閉店前、まだまだ打ってるお客さんたくさんいますね。こっちの隣の島もジャグラーコーナーになってるんだ。まあね、ジャグラーコーナーはいつも通り閉店くんに任せたいと思います。さあ次々こっちを見ていこう。あ、早速最新台のバイオハザード5コーナー、すごい LT56 回だって、すごいな。あー、隣がガノのコーナーなんですけど、ガノもすごい、70回とか71回、こっちも81回とかついてる、すごい。あ、こっちがね、マーサも大好きバジリスクのコーナーですね。すごい、見て152だって、すごい、見たことないんだけどこんな回数ね、びっくり。こちらがバラエティーコーナーになってます。バラエティー、バラエティいいなあ。だって鉄拳セカンドもボーナスついてるし、あ、ブラックラグーンもねボーナスついてるから打てますよね。あー、どうしようかなー。あー、クレアの秘宝伝がある、打ちたい。ダメかな、ノーマルだけど、新年だけどダメかな。クレア秘宝伝、今待って、あれブラックラグーンあったから、ブラックラグーン打って、それで半分打ってダメそうだったらクレア、ダメ、あ、ダメだってやっぱダメだよね。でも今日のこのラインナップだったら私ブラックラグーン、新年一発目だからちょっと初心に戻ってブラックラグーンにしようかな。最近また本もアニメも見てるし、決めた。じゃあ今日ブラックラグーンにする。はーい、それでは閉店10分前、今回はブラックラグーンで勝負してみたいと思います。マーサのね、閉店ちゃん第1回でブラックラグーンを打ったので、今日はちょっとね、新年だから初心に帰ってみたいと思います。頑張るぞー。あ、そう、そしてね、ジョイパーク港店さん、こうやって女性のお客さんにね、手袋を貸してくれるのね、女の子はネイルしたりするから、すごいこういったサービス嬉しいですよね。よし、改めて頑張るぞ。この台今ちょうど140分の1ぐらいなんですよ、合成がね。そんな悪くないと思うんだけどな。ただ今ボーナス後367回転回っているので、あ、すいません、これはね私の独断と偏見なんですけど、そろそろビッグじゃないや、ボーナス来てもいいんじゃないかなと思うんだよな。あー、追加投資100枚目、はい、あー、危ない危ない、あ、強者集め、あー弱い、弱いな、弱い弱いけどまだ分かんないよ。あー、追加投資150枚目、
ようこそレベッカ、ご機嫌いかが。やばい、何も起きないよ。大丈夫、まだ6分もある。引ける、今日は絶対引ける。あー、本当だ、多くの方が見守ってくれてるよ。みんなのために頑張らないと。ブラックラング、今ね、ちょうどね、漫画読んでるんですよ。今ね、4週目なんだけどね、漫画いつになったら10巻が出るのかっていうね。そう、ずっとね、9巻で止まってるんですよ、漫画が。すごい続きが気になる。お一ついかがかね。どうした、ロック。やばい、250枚目。やばいよ、何も引けない。おいロン、あー、もう今日見せ場何一つもない。やばいやばいやばい、なんだいレビー。やばい、あと50枚いけるかな。やばいよ、過去最多投資なんだけど、おそらく300枚。お一つ、いやもう本当に申し訳ないな。起きてるか。ああーもうジャックチェリー、そういうことね。閉店？ちょっと待って、嘘、閉店？おしまい？あー、おしまい。もう超悔しい。はい、わかりました。はー、もう本当にごめんなさい、今日本当に最悪、何も弾けなかった、悔しい。みんなごめんなさい、何も弾けなかった。これだけ、えい、ザラ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 、22枚。というわけで今回残ったコインは22枚でした。本当にごめんなさい、みんなの期待に応えられなかった。実践終了です。残念だよ。今日はブラックラグーンを打たせていただきまして、投資枚数300枚、獲得枚数じゃない、残った枚数だ、22枚。くそー、悔しい。もうせっかくの、ね、年明け1回目の閉店ちゃんだったのにもかかわらず、もうこんなね、残念な結果で終わったのは私の腕不足以外何でもないと思ってます。もう皆さんの期待に応えられずに本当にすみませんでしたね。せっかく2連勝だったんだけど、前回と前々回の買ったコインを上回るマイナスを出してしまったので、次回では必ずリベンジするって心に決めたから、もう次回は必ず勝つよ。引き続きみんな応援よろしくお願いします。そして本日お邪魔させていただいたジョイパーク港店さん、1月15日と1月27日にはなんとあの某有名ライターさんが来店予定となっております。もちろん話題の新台も続々投入予定ですので、詳しくはお店のホームページやピュアワールドの方をチェックしてみてください。それでは今日はね、まあさ負けちゃったけども、次回は必ずリベンジするってもうね何回も心に決めてるから、次回も引き続き応援よろしくお願いします。それでは次回の閉店ちゃんもお楽しみに。またね、ドロン。ドローン。